2004年10月、玉野市で発生した土砂崩れ。住宅7棟が巻き込まれ、5人が犠牲となりました。発生したのはまだ明るい午後3時ごろでした。一瞬にして命を奪われる土砂災害。発生に気づいてから避難するのは極めて困難です。そこで備えに生かせるのが気象庁のホームページから見られるキキクルです。土砂災害の危険度が色分けして示されます。午後5時の時点では観音寺市や万能町などに危険度が高い赤のエリアがあります。土砂災害は多くが1階で被災しています。これから就寝する際は2階や崖と反対方向の部屋で寝るなどして少しでもリスクを減らしましょう。